NT レーショナルの愛称編のお話で、NT さんと一番合うのはもしかしたら NF かもしれない、はい、みたいなのをこちらカーシー博士 Please Understand Me Too、はい、カーシー博士はそうやって言い、はい、まあ、それはお互いこの N 抽象的な概念で、はいはい、まあ、ちょっと言葉の使い方は抽象的な概念で言葉の使い方が似ている、ただまあ協同組合なのか功利主義なのか、はい、みたいなところの違いだけなんですけど、でそこが合うよなんていう話、まあ、合う ポイントとしては話をしているときに NT さんは、はい、その定義やカテゴリーみたいなのを大切にしようとする、うんうん、NF さんは友好的であるか、はい、友好的というのはフレンドリーですね、はい、っていう、まあ、友好的ですよね、はい、っていうのをお互い共有していれば、はい、まあ、NT さんがよくやるそれってどういう意味、はい、みたいなのも、はい、なんて言うんでしょう、 NF にとっては、はい、詰めてるっていう感じに、はい、なるので、この辺がね、はい、うまくいけば、はい、うまくいくよなんていう話を、したんですけども、じゃあちょっとこのバチッと合う組み合わせはどれでしょうねっていう話なんですが、はい、まずは ENTJ フィールドマーシャル、はい、陸軍元帥と、はい、INFP ヒーラーは相性がいいようだと。この ENTJ は軍隊を動員し長期的な戦略やそれに派生する戦術や兵端結果を見据え本来行うべきあるべきキャンペーンを行うことができるようにいくつもの軍隊を手に入れたいとうずうずしていると、まあ、そんな人となぜ内向的で探検好きなヒーラー INFP 相性がいいのだろうかと、まず彼らの共通点に注目しようと。探求の段階ではこのヒーラーの人は指導者にもなりジャンヌ・ダルクがそうだと、で宣教師としての熱意を持って作戦を展開する、この威圧的な、野戦指揮官 ENTJ ですね、はい、はこの戦争から解放され静かな精神性、内なる調和への追求、個人的な感受性を分かち合うことができるなんていうことが書いてあります、はい、ENTJ さんは INFP さんを上に置けっていうことかなって僕は思ったんですけどね、はい、君がこうやるんじゃないと、はい、僕は利用してる感じはしましたけどね。ああ、はい、ジャンヌ・ダルクですよなるほど、はい、僕はなんかあのセイント聖夜のアテネって最後、はい、もしくはあの、はい、なんと北斗の拳のユリアですね、はい、なんとの将はユリアだったみたいな、はい、あれも利用されてるのかな、ま、平和のためにあなたが動くのですじゃなくてで元帥ですね、陸軍元帥ですよね、元帥です、はい、なのでそういう引っ張ってくるカリスマ的な人がいるといいよみたいな話かと思いました、はい、お互い感じたことが正解です、はいはい、で次マスターマインド、これ INTJ ですね、はい、この我々のチャンネルを見てくださっている方でも結構いらっしゃると思います。INTJ っていう、はいはい、この INTJ と相性がいいと言われているのは ENFP、はい、チャンピオンだと、はい、最も相性がいいと、はい、私の自覚が一応 ENFP でございます、はい、出来事をコントロールしたいと願う控えめで計画的なマスターマインド INTJ は、うん、おそらく他のどのタイプよりも計画的に相手を選びますと。交際相手選びは論理的かつ理論整然と行わねばならず、この各候補者は一定の基準を満たす必要があると。はい、枠の人ですからね。枠の人ですからね。はい、はい、この理性的な後輩アプローチを非難するステレオタイプは徹底したこのマスターマインド INTJ をターゲットとしているかもしれないと。理性的な後輩アプローチを非難するステレオタイプは、まあそれはおかしいって言ってるんですかね、はい、INTJ さんに対して、うん、でもまあいずれにせよマスターマインドが INTJ が表現力豊かで探求心の強いチャンピオン ENFP とうまくいくことは
まずないだろう。一方ではマスターマインドとチャンピオンはアイデアと空想という同じ言語を話します。 INTJ は合理性の割におとぎ話や神話的な物語に密かな情熱を燃やすことがあります。しかし ENFP は INTJ と補完する面も大きく、結婚生活に熱狂的で生き生きとした人生に対する楽しみや驚きをもたらすと。仲良く喧嘩しなって話をしてるんですかね。こういう部分では仲良くいかないけどって話ですよね。そうだって多分、はい、この枠なんて、はい、ENFP が最も、はい、こうやってやるとこじゃない、はい、ないないそんなのって、はい、一緒でしょってやるとこじゃないですか、はい、だって好きって理論的に言ってごらんよって、はい、言った瞬間にそれは嘘になるよ、はい、だって好きなんて気持ちだもんって、はい、気持ちの発露を言葉で説明できるわけないんだよ、はい、で、はい、僕こと ENFP は言うじゃないですか、はい、だからそこにフォーカスしなきゃいいって話じゃないですか。いやでも僕はそこの話をするとぶつかるよって話じゃないですか、はい、でも僕はねこれもね楽しく話せるんじゃないかなって思うんですよINTJ さんと、はあ、あ、友好的に話してくれるならね。で、はい、ぶつかるよ、難しいよって書いてありませんでした。書いてありますだからそこでぶつかるよって話ですよね、はい、だからお互いに控えましょうじゃないですか。あ、そう、あ、そっかそうですね、でだけどそれじゃないところはうまくいくよみたいな。いや僕は、ね、空想的なアイディアとか。隊長好きって説明できます？好きを説明する必要があるんですか？かっこいいそれが答えだ多分なんか今バカリズムを見てるようだった一本のそれ正解みたいなはい、はいはい、なるほどね、はい、でもなんかその理論的な人はもしかしたら好きの言葉に理論じゃねえとダメみたいな話をするのかなと、はい、要は年収がこれだけでとかって、はい、もしかしたら今ねこの流れあるじゃないですか。コスパがいいみたいな、はい、あのコスパがよくいいのが最高で、はい、え、会社の飲み会は給料が出るんですかみたいな、はいはい、のってこれ今もう全て間違いと思ってるんですよ、あ、僕はでもそれって昔からそうだったって里前さんが言ってましたよ。昔からそうだったっていうのは、はい、その今の流れ、今の最近の若者は説ですよ、はいはいはい、あ、飲み会がどうのこうの、まあまあ、なるほどねっていうのは、はい、30年前の雑誌にもそのように書いてあったみたいな。なるほど、はい、なるほど、はい、歴史は繰り返すってやつですかね、はい、だからまあなんかそういうなんか飲み会めんどくせえなみたいなのは今の子だけじゃなくて昔からそうやってみんな思ってるって話です。今逆に言える分だけいいじゃんみたいなまあそういうとこじゃないですか。若干社会の寛容性は高まってますよね、はいはいはい、でもまあ、あの INTJ さん私みたいな人がおすすめのようですよ。で多分枠の話をしだすとそれでぶつかるって話ですよきっとああまあ確かにこの INTJ さんを非難するステレオタイプは ENFP かもしれないですね、はいはい、で枠の部分じゃないですかおそらくそのまあ、はい、この段階を踏んでっていう、はい、踏むごとに枠が生まれるなんていう話を、はい、INTJ さんはあのこのコメントでされたことがあるんですけど、はい、でそうじゃねえだろうってなるわけじゃないですかそうですね、はいはい、っていうとこじゃないですか。でもなんか同じことを話してる気はするんですけど、ね、はい、でそこ多分ずっと平行線でずっと行く気がするじゃないですか。行く気がします、はい、はい、あ、そうか、平行ってことは交わらないってことですね。交わらないあ、平行ね、なるほどね。ずっと枠の話をずっと永遠としてるみたいな。でこっちはないって話をずっとするだけですね。ずっとしてるみたいな。あ、じゃあ、あるかもしれないって、ね、折れない、折れないじゃないですか。折れないです。お互い折れなさそうじゃないですか。折れないです、はい、そっか、はい、そうですね、うん、これがなければ確かに、はい、握手はできると思います、はいはい、で次、発明家とカウンセラー ENTP とINFJ ですね。発明家とカウンセラーは共に大きな満足を得る可能性が高いと。発明家とは大雑把に言えば今ある道具や作業事業をより優れたものに置き換えることに執念を燃やす人であると、外交的で探求心の強い発明家 ENTP は世の中で自分の創意工夫を発揮しようとするため必然的に革新的になり既成概念にとらわれない人たちとちょっととしたトラブルになる可能性があると。カウンセラー、この INFJ は物事をより良くしたいという欲求を共有しているが
彼らの創意工夫を刺激するのは、より良い道具や技術でなく、より良い人間関係や自己の成長であると。INFJ の創意工夫は人間関係や自己の成長。はい。ENTP さんは周りの道具。はい、道具、環境とかじゃないですか。環境とかを自分の創意工夫で。はい。なるほど。この不遜で時に敵対的な ENTP さんは、他人が自分の道を見つけるのを助ける INFJ の能力を大いに称賛していますと、うんうん、まあ、この辺もお互いにそういうところが認め合えればって話ですね。多分そうです。そんなことやってないでみたいなっていうことを言わなきゃ OK みたいなところじゃないですか。あ、これはもうピグマリオンプロジェクトはダメって話ですね。はい、はい、で、アーキテクチャーとティーチャー、 INTP と ENFJ ですね。建築家と教師の相性は稀であると。控えめで探求心の強い建築家 INTP は、抽象的な設計や一貫性を求めるあまり、自分の意見に耳を傾け、ビジョンを評価してくれる伴侶を見つけることに絶望することがあると。幸いなことに表現力豊かで予定調和的な教師 ENFJ は、自分自身のアイデアにあふれ、他人成長プロセスの触媒となれると、理想主義者 NF ですねは、皆ある程度この促進能力を持っているようだが、この ENFJ はより豊富なこの他人の成長プロセスの触媒の能力を持っていますと。そしてこの INTP 建築家にとって、この知的な輝きと個人的な輝きの組み合わせが非常に魅力になると。まあ、しかし、まあ、この今ご説明した特定のペアリングに関わらず、他のタイプ以上に合理的な人は、結婚生活にもたらす多くの資質を評価される必要があり、欠けている資質を批判される必要はないとすいませんでした。はい、はい、理性的な人は、その一途で論理的な焦点と激しく独立した性格のために、冷淡で思いやりがないと思われやすく、そのためピグマリオンプロジェクトのターゲットになりやすいと。まあ、そういう批判するところが分かりやすいので、はい、他のタイプからそこを批判し、いや、ピグマリオンプロジェクトされるって話ですね。はいはいはい、しかし、もし彼らの配偶者がその気質が何であれ、理性的な人々の集中力と独立性、そして懐疑心、効率性、決断力、冷静さ、論理性、達成への、 この執着心というか、その憧れ、知識欲を肯定的な特徴として、実際最初に彼らに引きつけた資質として、それを認めることができたなら、この NT 理性的な人々は優れた伴侶として受け入れられるだろうと。なんかミスチルの歌みたいですね、はい、なんかこの黒と白って言われると、はい、でもほら優しい名前をつけたならはい、はい、すいません優しい名前をつけたならってミスチルの歌詞の付け方がすごいですね、はい、すいません、ギフトですよね。ギフト、はい、このこれは我々のこの、はい、エニアグラムではよくギフトって言うじゃないですか、はい、タイプはあの宝物ですよとかって、はい、とらわれなんですけどね、はい、ギフトとも言うんですよ、はい、この16タイプでは、まあ、それはどっちあ、フラットですね、これは。どっちでもないですね。贈り物でも囚われでもなく、はい、すいません、勝手になんか、はい、湧いてきました、結論として、どの気質もピグマリオンプロジェクトの衝動は免れませんと。職人、アーティザン、SP は仲間に明るくなるようにってやってないかと。ガーディアン、SJ は仲間にもっと責任感持てよってやってないかと。理想主義者、NF は仲間にもっとソウル魂があるだろうみたいなことをやってないかと、はい、で合理主義者はもっと論理的にやりなよ、はい、でやってないかっていうお話、うん、ピグマリオンプロジェクトがこのこういう交際メイティングに対して必然的な一部と仮定するならば、私たち全員に課せられた課題は、共生するようなことをなるできるだけ愛情深く共感的で遊び心を持つようにすることであると。もしそれができないなら、つまり私たちのこういう相手を操作しようとすることが、
いじめや口うるささ、励ましもそうなんですね。励ましや威圧になるなら、私たちはこの交際相手が自分自身を守るっていうことを期待しなければならないって書いてあります。はい、そういうふうになるよと、うん、より固くなになるよってことですね。守りに入るってことですよね。抵抗する。そうですね、はい、でその守りの仕方も各タイプによってまた、うん、はい、SP は出てくなんて言いますけど、はい、そっとそこ、そっとそこを離れる、はいはい、NF さんは激しく言うかもしれないですね、はい、それが本当のお前かよって、まあ、内向と外向ありそうですけどね。確かに、はい、確かになんていうことが紹介されていますと。猫松さんごきげんよう。自分が持ってないもの、焦点を相手が持っているので、それに気づくといいよってことですかねって。そうですね、はい、ピグマリオンせずにですよね。あ、僕はピグマリオンせずに、はい、でも相手は知らなければピグマリオンをしてくるわけじゃないですか、はい、でもまあそれは、はい、そういうタイプだねっていう話、ま、多分、まあ、そこが課題なんですよ。みんな知ればいいですね。はい、さくらさんごきげんよう。INTJ は頑固だと思いますと。みんな頑固ですよ、まあ、そのこだわる部分は頑固なんじゃないですか。はい、はい、そもそも自分が持っていない価値観を認めることがハードルですよねと。人間性が成熟していないと違う価値観を認めるのは難しいと。はい、そうですね。僕結局は多分 枠の話をされると、はい、枠というかその枠も認める必要があるって話です。ああだから最近は、はい、あ、なんて言うんでしょう、はい、そういう派閥なんだねって。それって認めてないですよね。あ、そうだとりあえず争わないようにしただけみたいな感じじゃないですかそう見えますか。はい、そうですね、確かに、はい、これ認めてないんだ。 で、うん、でもまあそこが難しいと思うんですよね。これってなんか、あ、タイプの違いだなって思った時に、はい、とりあえず認めなきゃいけないってなると、とりあえず自分の気持ちを押し殺して合わせに行くみたいな感じになるわけじゃないですか。よく隊長がおっしゃるじゃないですか、はい、言葉の意味は分かりましたと、はいはい、僕今それをやったつもりなんですけど、ね、はい、でもそれは受け入れてないですか。はい、受け入れてはないですよね。言ってる意味は分かりましたって言ってるだけですよね。あなたがそういう派閥なんですねっていう、はい、もう壁作った感じじゃないですかじゃあ広げ手広げた感じですよ、はい、それでも仲間ですよですよ、はい、でもその価値観は認めないけどねですよね。私の中に入れないでねみたいじゃないですか。でも逆にこの NT さんも、はい、本当の自分がある教ではないわけじゃないですか、はいはい、あなたの知らない上位概念の自分がいるんですよ、はい、クラウドでつながってるんですよ、はい、でそこは認めないですよね。認めないですよね多分ね、はいはい、言葉の意味は分かりました、はい、言ってる意味は理解しましたですよね多分、はい、でもそんなのあるわけじゃない、あるわけないと思ってるわけじゃないですか。ないと思ってるでしょうね、はいはい、いやこっちもないと思ってるよ。でもあると、はい、あるんだろうなでもバッとあるんだろうなって、まあ、そこがまあ分かんないですよね感覚が。でもなんか一番相性がいいらしいんですよ。はい、僕そこはねカーシーさんを信じるし、はい、まあこの話をしなければ別に喧嘩はしないだろうなと思うんですよ、はい、でそこを真剣にその上位概念があるかどうかみたいな話になったら、あるわけないとか言って言われるわけじゃないですか。あるわけないって言われるでしょうね、はい、みたいなとこじゃないですか。ぶつかり衝突が始まる。やめましょう、はい、やめましょうそんな話は。